東、プゼ道富明治45年1月4日は、日本の江戸時代末期から明治時代にかけての国へ政治家、茶人、七郷地で長州に逃れた尊能上位白行の一人、王政復古後は外国事務総督を務め、発足したばかりの新政府の外交折衝にあたる。神奈川府知事、開拓長官、自重長などの要職を歴任し、後に、 貴族院副議長、崇密院副議長に至った。家族。号は、築帝、古母剣。天保四年、東久瀬通り徳の子として、京都に生まれる。陽名はマ丸。天保十三年、東宮東人神王月のお子として召し出され、初位、語学友的な存在として位置づけられていた。幕末の朝廷で焦燥の公家として、 尊能上位を唱え活躍した。しかし、文久三年、八月十八日の政変によって、朝廷の実権が尊能上位派から、後部が大派に移ると、長州藩兵に守られ、三条、耳、三条西末とも、沢信義、三部元を四条高唄、西木工事よりのりと共に船で、長州へ逃れた。このことを世に、七教地という。元年、 長州から太宰府に移された。慶応4年、王政復古によって復権を果たす。1月17日に外国事務総督の一人となり、明治政府最初の外交問題、神戸事件の対応責任者となり伊藤博文と共に外国と協議。3月19日には横浜裁判所総督となった。道富の在任した半年の間に神奈川裁判所総督。 神奈川府知事と名称が変遷した。この職は、現在の神奈川県知事に相当するものである。明治2年8月25日、第2大開拓長官に任命された。前任の鍋島直政が、実務に取りかかる前に辞職したため、実質的に開拓市の事業を指導させたのは、道富である。9月21日、開拓誌リーン、農耕民、約200人を伴い、 イギリスの雇い船テールス号で品川を出版。9月25日に函館に着任した。なお、同月には王政復古の功績として、小天六千国を救されている。翌年、カルトネル開婚条約事件の和解にこぎつける。明治4年10月15日、自重町に転じる。この年、岩倉智美を全権とする岩倉使節団に随行し、 見聞を広める。明治15年、元老院副議長。家族礼志向に伴い、明治17年に伯爵に除されている。東、久世家の価格は、ウりん家であり、本来は、死尺相当であったが、明治維新における、道富の功が考慮されて、伯爵とされた。除尺の時点で功績が考慮された公家は、岩倉と美や三条、耳など数少ない。 明治21年に、数密古問館、明治23年に、貴族院副議長、明治25年に、数密院副議長を歴任した。明治31年、松浦線、新月案が在京の家族、地名氏等と設立した、林番茶事グループ、和景会の会員となる。会員は、青地育次郎、石黒忠則、伊藤俊吉、伊藤助マロ、岩見明作り。 岡崎おもんみそ、金沢三江門、戸塚文海、安ずまたねき、松勝成、松浦久さ三田歩行、三井高弘、安田善次郎の以上16人、高橋義雄が入会で、世に、十六羅漢と呼ばれた。墓所は、中目黒の長泉委員。東、癖家は、村上源児小賀の家の文家。平成新州級家族家系体制には五男一助。 養子一人を乗せる。はじめ小雅の家から通り、明を養子に迎えるが、明治六年に離石。家督は、長男の道としが継いだ。また、三男の秀夫は、明治三十年に分家した際、父の功績によって男爵に除せられた。ありがとうございます。